国立鉄道博物館はイギリスヨークにある鉄道博物館である。鉄道車両や鉄道関連資料などが収集されており、同種の博物館としては世界最大規模のものである。例京新幹線など日本の高速鉄道についての展示があることでも有名である。現在の国立鉄道博物館はクラファムにあったイギリス鉄道博物館と 現在の場所とは別の場所にあった、ヨーク鉄道美術館の収蔵品を引き継ぎ、1975年に現在の場所に開業した。ヨーク鉄道駅に隣接する3つの車両庫を展示ホールとして活用し、100両を超える機関車と約200両の客車、貨車などの他に数十万もの鉄道関連アイテムが収蔵されている。鉄道博物館の規模としては世界最大級で、 常設展示には王室専用客車などがあり、毎年75万人もの来場者がある。博物館への入場は無料であるが、有料パンフレットも発売している。2004年には、ダラムのシルドンに、国立鉄道博物館の文館として、シルドン機関車博物館が開設された。2012年12月19日、埼玉市大宮区の鉄道博物館と姉妹館として、 提携することが発表された。2016年4月28日、京都鉄道博物館との姉妹、提携継続調印式が行われた。示されている車両は、ほとんどがかつてイギリスの鉄道で使用されていたもので、ある。日本の西日本旅客鉄道から2001年に、寄贈された霊系新幹線が展示されていており、車内では新幹線を紹介するビデオが放映されている。 その他にも、時速126マイルの世界記録を出した、蒸気機関車マラード号や、イギリスで製造され、中華民国に輸出され1981年に、中華人民共和国政府から寄贈された、蒸気機関車、KF7 型が展示されている、修繕庫と展示室からなる、またウェアハウスという展示室。ここは、プレート、サボ、 キキ類といった小物類が展示されている。ヨーク駅を発着する列車を眺められるバルコニーもある。アトラクションとしては、ロデトレインというヨーク大聖堂から美術館までの徒歩20分の距離を走るミニチュアトレインがある。また、2006年には、ヨークシャーホイールと称する観覧車が開業したが、2008年に営業を終了した。京都鉄道博物館。 開業式典で JR 西社長、楽しめる施設に公式ウェブサイト、ありがとうございます。